皆さんこんにちは、カンタです。本日も悪やってくよ、よろしくお願いします。いやー、こういうとこいっぺん行ってみたいね。いや、現実世界にもね、こういうのあるらしいからさ、こういう感じでなんかね、出来上がるんだって、自然と。いやー、行ってみたい。ってわけで、アイスワイバーン探したらね、こういうのを見つけた。これね、まあ多分東大かな。なんかアンチャーテッドちょっと彷彿とさせるんだけれど、ちょ、君ここで待っててくんないか。あ、名前まだつけてなかったな。そうそう、名前ね、決めてたんだよな。どれで変えるんだ。これだ。わしの頭に虎の体らしいから、茶色いし、まあ、茶虎と名付けよう。君の名は茶虎だ。さてと、ここをこうやって上に上がっていける、上がっていける。敵もいない、穏やかな感じだな。なんかこの辺から外が覗ける。ああ、いいね、ロケーションいいね。これはあれか、おそらく何もないパターン。まあそういうこともある、そういうこともあるよな。ただただ塔を登るのをね、楽しむっていうのもいいんじゃないでしょうか。あれ、三つ目のオベリスクだね。赤色のやつ。まだね、このラグナロク編の中では、ちゃんと動画の中ではお見せしてないと思うんだけど。いやー、アイスワイバーンいねえわ。どこにいるんだろうね。これで、あ、一番上来たね。なんだろう。かりんとうを登り切ったみたいな感じがある。まあ、実際に登り切ったことはないんだがね。あー、玉ヒューン、玉ヒュンだあー、こら玉ヒュンですわ。お、チャトラいるね。よし、帰ろ。探そう。またアイスワイバーン探しの旅に出よう。これ取り入れるか。あ、いけるね。大してダメージも食らわんわ。こういう折り方。いいね。こういう折り方。よし、到着。いやー、今日もね、フリーズしたわ。もうほんとね、なんだろうね、このフリーズの多さ。勘弁してほしい。でもって、このさ、グリフォンの運用方法なんだけど、やっぱりね、こういうね、滑空を繰り返していった方が圧倒的に移動速度速くなるね。ちょっと酔いやすい方はご注意といった感じではなるんですけれども。シュイーンって感じ。でもって、アイスワイバーンなんですが、この辺りにて目撃例がございます。いるかな、いるかな。ここちょっと降りて休憩しながらアイスワイバーン探していこうかな。いや、いたとして卵がどこにあるのかだよね。もうそれが大事、本当に。さあ、ちょっと待って、この先っぽいんだよ、この先でね。寒さを軽減させるためにこのさ、あ、ちょっと間違えたな。これ、雪山装備ね。ちょっとね、ちんちん丸出しじゃちょっとさすがに雪山行けないから、まあまあ見えてるだけで装備はきちんとしてるんだけどね、これね。ちゃんと装備はしてるんだけどね。今回透明化スキン持ってないから、ちょっとこのまま行くけど、このまま行くけど、あとこのね、クリアカレーっていう体の芯から温まる食べ物も持ってきたんだよね。ただね、それでもここまだ寒いらしくてさ、大丈夫かなこれ、いけっかなっていう感じ。まあ、まだ大丈夫そうだね。あ、こっちか、こっちの方かな。この辺でアイスワイバーンの目撃例があるんだが、いないから、ちょっともうフレアカレー食っとこう。これむしゃっとくわ。カレーうまい。カレーうまいよね。カレー食べたくなってきたわ。いないなぁ。あれ、この辺じゃなかったか。みんなこれ見えるかな。なんか見つけた。これこれ。メモかな。メモ入ってるやつかな。お、違う。至高の毛皮のコテが手に入った。防熱、防寒。防寒 66.4 だから、
今つけてるやつよりいいやつだな。やったね。こっちの防寒が34だから、倍とは言わないまでも、結構いい感じ。やったぜ。いいね。いいね、いいね。これはありがたい。この土地ほんと寒いからさ。よし。じゃあ次。Y 版の卵。Y 版の卵どこだ？ヒャッホン！これね、分かったんだけど、滑空して角度を上に上げたら、あ、木倒れた。すげえな。今ちょっとタイミング合わなかったんだけどね、うまいことね、滑空状態から角度を上に上げると走れる。ヒューンっていうね、気持ちいいんだな、これ。こういうね、空の飛び方もね、あるようです。っていうね、発見のご報告。ちょ、ダイヤウルフいるな。ちょ、君、今、来ないでくれない？ちょっと、来ないでくれないかな。ちょっとね、邪魔をするんだったら、こっちにも考えがあるよ。ほんと。こっちにも考えがある。そういうことをする悪い子にはな。もう、これですわ。あれ？かっく、あれ？あ、スタミナがなくなった。スタミナがなくなっちゃった。あ、もう肉弾戦するしかねえか。いや、もう戦うわ、もう。もう、おとなしく戦うわ。ほら、おとなしく、しろ。黄色の救援物資が取りたいんじゃ。なくなってしもうたやないか。遊んでたら、ちょっと待って。なくなったね。なくなったね、救援物資。あ、せっかくあれリング付きの救援物資だったのにな。ああ、遊んでたからね。先にやっぱ救援物資は取らなきゃダメだったね。いやー、しかしね、ワイバーンの姿が一切見つからねえんだな。この中？この中巣穴？この中にいたりしないじゃん。あれ？ここ来んの初めてじゃね？え、なにこれ？お、これ初めてだ、ここ来るの。あ、びっくりした。影か。自分の影だ。いや、アイスワイバーンかと思ったわ、あれ。え？これは初めて来たぞ。あ、なんか救援物資ある。熊もいる。ただ、熊はね、目が悪いのかね、なんかね、相当近くじゃないとね、反応しないんだよな。だからまあ、ひとまず置いとこう。ここやっぱ寒いな。プロコプトドンのサドルか。ちょ、これ、体力削られてく場所だな、ここは。まあいいか、もうちょいなら活動できるだろう。ちょっとレベルだけ上げとくか。何上げようか迷うな。もうスタミナじゃなくて体力を上げておこうもん。やっぱ生命力をね、高めていきたい。大丈夫かな？なんか、すげえな、氷の洞窟じゃねえか。ここにも救援物資あるわ。どれどれ？回収させてもらおう。何が出るかな？トリケラトプス。いやー、初代。一番最初のアークの時からね、トリケラトプスはいるからね。ありがたい、ありがたい。よ、ペンギン。元気か？楽園だろうな、君たちにとっちゃ、ここは。よし、こっち行こう。なんかね、いいの欲しいね。せっかくだから。いやー、氷の世界だね。すごいね、これ。あ、ここにもある。熊いるけど、まあ、大丈夫か。まあ大丈夫か。でっけえクリスタルだな、これ、しかし。よーし、これはなんだ？おー、悪くない。悪くないよ。ちょうどこれは、あれだわ。入れ替えとこ。よし。行こうぜ。あ、そういえばグリフォン。お前さん、名前せっかく、チャトラってつけたのに、ロールバックしたせいで名前がグリフォンに戻ってるわ、これ。チャトラってつけ直しとかないと。オッケー。よし。よし、この大空洞をさらに進んでいってみるか。怖えー。これだったらさすがにアイスワイバーン、何いるんじゃないの？こんなスミカじゃねえか。まさしくスミカって感じじゃねえかよ、これ。あ、なにこれ？血液が。え？
え、待って待って待って、軽くホラーな感じになってるんだけど、これこれなんかなんかなかった、さっきなんかチラッと見えた気がしたんだけど、気のせいか、気のせいかな、気のせいということにしておこう。しかしこの出血は一体何なんだろうね。あ、ちょっと待って、ここ下入れるわ。ちょっとグリフォンそこでいてくれ。おお、おお、何これ何これ何これ、クマだ、クマ、ええー、あの下半身だけ、下半身だけ出てらっしゃる。あ、上も、ええー、まさかのクマですわ。うわー、なんなんこれ、なんかに引きずり込まれたんかな。こっち側にも出れるわこれ。なんだなんだなんだ、あ、ベッドだ、藁のベッドだこれ、槍だ、盾と壺と矢かな。あ、誰かいたんだねここ。あらあらあら、まさかの居住空間に到達してしまいましたわ。およそ人が生きていられるような場所じゃないと思うんだけどねこれ。面白え。こう、熊たちは何なんだろうね、これ。ちょっと謎だけど。へえ。行くか。